皆さんこんにちは、山チャンネルの山健です。前回のリーグ戦は対人戦2対1で勝つことができました。順位の方1位です。ただもう本当勝っても負けても僅差の試合が続くので、なんかもうかなり疲れます、緊張します。で今回も対人戦です。もうどっかこの辺で本当はコム戦が来てほしいんですけど、もうこのリーグ戦はずっと対人戦が続くと思います。残り2試合負けたら本当一気に順位3位とかまで落ちると思うので勝ちたいです。ということでスペシャルリーグプレミアディビジョン第6節、よかったらご覧ください。対する相手チームは352で挑みます。攻守ともに個人の能力が優れた選手が揃っているチームです。どこまで封じられるか。立ち上がりは両チームテンポよく動かせている印象です。ルーカスがカット。アラバ、身長180センチ、オーストリア出身、今日は左サイドバックでの起用となります。中央に出しました。左から上がっていきます。両チームまずはとにかく1本シュートまで持っていきたい。現在暫定首位、チーム全員が自信を持って戦っています。フランスエリア前で非常に強固な壁を築いています。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。左へ、相手のスタイルを見た上で戦術をどう変化させ、どう攻略していくのか注目していきたいと思います。ピアニッチ、これから得意のロングフィードで相手の裏を作るか、お互い全く譲らなかった前半。後半で均衡を破るのは果たしてどちらのチームでしょうか。このマンマークで相手をどこまで封じられるか、どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、ボールを奪いました。ボールを運びます。風に乗ったら飛び右に出しました。反撃へ転じる準備ができたようです。ボールを取り返す。前線付近でボールを持ちます。ここで選手たちにパスの指示が飛びます。一人で行く。ここはつなぎます。ここで奪い返された。左へ、ここでボールを失う。抑え、回してスペースに出す。奪いました。
ここで縦を狙っていく。下げます。左に出す。前線付近でボールを持ちます。抑えます。パスを出しました。ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。運んでいった。この指示で選手たちがどこにいる。抑えます。中央に出す。アラブから出る得意のクロスに期待したいところ。出しました。右に出しました。中央に出す。ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。ホールディングがパスカット。このまま終わってしまうのでしょうか。一気に縦に持っていく。アラバがここは大きくクリア。タッチを割ります。スローイン。右から攻め上がります。奪います。中央へ送った。アラバ。